5カ国トーナメントに挑戦する連戦企画ということで、なんとキプロスに行きます。 EPT メインイベント出場しましょう。いやー、ここまでインマネなしですよ。ここからですね、はい、バルセロナも、オーストラリアもこんな感じだったんで、はい、最後に期待ですね。おはようございます。というわけで EPT キプロス、ついにここまで来ることができました。見てください、こちら全然知らない人たちがメインイベント頑張ってます。メインイベントのデイ4ということで、はい、僕は全く関係ありません。見てください、皆さん楽しそうですね。マサード、ハロー、グッドラック、頑張れ。まだですね、終わってないです EPT。 なんなら今日始まりました。知ってましたか、今日始まったって EPT が。知らなかったです。知らなかったでしょ、はい、なんせね、体調が良かった、運気も上向いてきたのをやや感じなくもない。今日は EPT ハイローラーに参加しようと思います。参加費1万300ドルですね。おー、ここまでの横沢のトーナメント負け額1万9000ドルぐらいかな、はい、なのでこれ一発インマネしちゃえば戻ります。こっからが本番。そしてこちらが会場です。見てください、ノーゲスです。本当に誰もいない。だけでいきましょう。はい、ヤンボ。ハロー。ハロー、グッドモーニング。ベリーファーストプレイヤー。チップリーダー。チップリーダー、やった。I wish you best of luck. Be less than anyone, please. おわ。あいやー。You're unlucky. あいやー。Why not? Good. Okay. That's no pain for. 37,800. なんかうまくいかねえこのトラね。噛み合わないですね。マジでうまくいかない。うまくいかねえ。ハンドめっちゃ入るのに、はい、ハンド入ってる時に限ってみんなホールドで回ってくるとか、ちょっとグラフレスリベットするかと思ったらポベット返ってくるとみたいな、こういうのが一番ついてないって感じするな。まあでも一回ラッキーするしかない、もうプレーを良くするためには、はい、やっぱついてる時はプレーも良くなるし、ついてない時はプレーも悪くなってるから、はい、身を任せるしかないですね。どうやったらそんなターン落ちるのかねえかな。マジで何もいいとこなかったわ。やっとフロップストレート積もったと思ったらターンキング落ちるし、ポーカーでイライラすることめっちゃいない横澤ですけど、4時間マジストレスやばかった。リエントリーします。はい、もうダメだ。見てる方の中にはですね、そんなついてないならやめろと、もう横澤休めと思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、それでも出続けるのがプロなんですよマジで。もう勝てないからやめますとか、はい、ついてないから斜め出ませんとかね、そんなこと言ってたらもうアマチュアですよ。どんなついてなかろうがいいプレーをし続けられる、それがプロである証なんです。横澤が10年間プロとしてやってこれたのはそれですね。
WSOP だってメインまでは散々ボコボコだったし、バルセロナだって最後のセカンドチャンスまではボロボロだったし、前回のオーストラリアだって4位になるまではボロボロだったし、でも結局かじりつき続けた結果 WSOP、 バルセロナ、オーストラリア全部最後巻き上げたんで、まあ、どういう結果になっても僕は最後まで戦い続けます。それがプロとしてのスライドだと思うんで、はい、1ハンド目なんだそれや、ダブルアップ以上したんだけど、ワンハンドでリエントリーなかったことやりました。横澤さん、このパターンちょっと多いですよね。リエントリーした後ここでダブルアップするパターン多い気がします。なかったことにするんですね、はい、リエントリー戻しという技目をつけました。マジOK, I'm gonna win this one. Defense. Can you check the camera tomorrow? Okay. Check. Maybe I get 500 less. You know. Yeah.Yeah, the only logical thing. Yeah, yeah. You gave it to me only for the past 5 months. So it's your, yeah. You want to check? Only logical thing. Otherwise, it's just... Lucky because I'm a YouTuber. Can I start with you? Yeah. I will just double check. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you. Last one. 10分頑張りましょう。はい。ほら、ほら。Ah! Oh, that's nice. Big winner.プロフェッショナルセカンドチャンスで残り3人でパパした俺を飛ばしたやつだよ。10年間の付き合いなんだけど、はい、横澤が認める男ですね。あ、そうなんですね。 I didn't even know you have YouTube channel. Oh, you didn't know that? Oh my gosh. キッズ進出24万1000。24万。まあでも今までまだ多いっすかね。まだ150人もいるんですね。リエントリーしてから本当になんか違うゲームぐらい、はい、ポーカーってこういうゲームだよねみたいな。ポーカーが毎日こうなったらいいのにな。ただね、はい、マジで途中でしかないからこれ熱いし嬉しいんだけど、はい、まだできないんだからね。はい、お疲れです。とっとと帰って寝ましょう。お疲れ様です。
とうございます。大量にチップを持ってレッツに進むことができました。はい、Good luck to all the guys of the YouTuber. My friend will be a good friend. ちなみにですね、はい、横澤の24万点は全体10位でした。10位、はい、すごっ。なんですけど、僕の1個左隣、僕よりチップ持ってます。そういうこともありますね。賞金出ましたね。賞金しかいっぱいしない。1位は1億円超えそう。1億円超えです。はい、横澤さん、挟まれましたね。最悪です。でオセロで言ったら、俺もビッグスタッフになるかもね。あ、オセロで。オセロで言ったら。32万。コール言った瞬間、はい、どう思った？弱点ゲットに持ってる。How's it going? I didn't realize it. You're going good now? Yeah, good. これはバートレイバーっていうベガスで仲良くなったんでしょ。あー、そうなんですね。キプロスのメンバーなんか同窓会みたいなんだよね。古い友達が多い。コールもグラック。テーブル番号、シート番号聞いてましたか？45。横です。横。ハロー。ああ、バイ。ああ、待ってよ。あいやー、ハマチュンガー。あいやー、800,000。めっちゃチェックされてる。取れねー、きついですね。すごい下り坂みたいな。久しぶりにこの感覚、逆に17万点しかなくなっちゃった。半分ぐらい、半分以下。残り72人で55人からインマネなんで、ちょっとインマネが見えてきましたね。はい、まだそんな近くないけど。You can win it again. Yeah, I know. Not even. コールされた瞬間やばい感じめっちゃしてさ、これはきついかと思って。まだ終わってなかった。キプロスの呪いに何か抗っているのがわかるわ。だいぶインマネ見えた。これで見えましたね。まだ終わってない。はい。ハンド始まりました。あと2人何点しかないよ。
るかと思った。胃が痛い。俺これで飛んだらどうしようって思ったよね。こいつバカみたいな。今のコールやばくない？やばい、マジで震えました。おさま人生気合コールランキング1位獲得した可能性ありますけど、お周りもみんな注目する中で半端ないプレッシャーだ、はい、心臓飛び出るかと思う。コールしかない。でもまあ悔いがないのはコールだなって。震えました。No time. Please, Deuce. Four. Yes! Yes! なげえマジで。な、鬼の粘りだよマジで。バブル弾けないままブレイクだ。帰ってきたらインマネ。ああ、ちょっと一回トイレ行ってくるんで、インマネするかどうかだけ見ててもらっていいですか。ワンチャンあるからね。はい、帰ってきたらインマネしてるかもしれない。楽しいトイレになりそう。次か。マジ？見てくださいあれ、55ってなってる。まさか。やったー！おめでとうございます。やばい、人生で初めてトイレ行ってたら今にしてた。すごっ、はい、やったー。19,200ドル。はい、できる。アベレージ37万、誤差20万点。まあ1回でドロップしたらもうアベレージですからね、はい、いやー、なんか今日の隣苦しいな。精神を揺さぶられてる。すごい、こう増えたり減ったりなんだりなんだりみたいな。レベル高いんでやっぱりハイローラーみんな上手なんですよ。めちゃくちゃフラフめっちゃしてくるし、フラフキャッチもすごいしてくるし、はい、メンタルはえぐられるよね。簡単なポーカー全くしてない今日1日、はい、だからだなこのきつさ。前相手やってる時はしびれるシチュエーションにいっぱいさせられるよね。しかも今日あと3時間ある。Yeah, I know. I hate this tournament. Oh, you hate it? I hate it. This is the worst tournament ever. But you in the money, right? Are we in the money? Is someone bust? Yeah. Oh, really? For you? No, we're not in the money. Oh my god, that kid is going to be so excited. Oh, こっからですよ。でも本当にデイスリーイベントなんでね、はい、今日あと3時間やってて、まずデイスリーまで行こう。デイスリーまで行ったら暑いね。生き残ろう。頑張りましょう。マニー、マニー。3000ドルでけえ、あと1人で3000ドルって45万だよ。でかっ。もうでも暑いとかじゃないね、生き残っていたい。もう10万点しかない。でもずっとチップ持ったまま続くなんてことなかなかないんだよね。そういう時はやっぱり3位になったり4位になったりとか、はい、いいとこまで行くよね。やっぱね、今までの経験上大体どっかでつまずいちゃうんだよね、うん、そんなわけいかないですよ。あと一人で3000上がったのに。きついわ。フィニッシングポジション40。13002なので16000、マイナスです。こんなにやって本当にトーナメントっていうのはね、ファイナル残んないかプラスにならないのよ。いやー、めちゃくちゃ熱かったんだけどな。あの時めっちゃいけると思いましたよね。輝いてたんだけどな。はあ、19400ドル終わりです。いやー、50万でけー。あと1人で3000ドル。なんか俺こういうの多いな、あと1人でみたいな。これはでもね、しょうがないの、俺ポリシーだから。これはタンクって言ってさ、時間をわざとかけてさ、はい、周りの人が飛ぶのを待ってさ、遅くプレイするっていう手法があるんですよ。いろんな言い方するけど、急砲とかね、はい、みんなね、それをやるんだけど、はい、これはやらない方がいいと思うの。なぜなら、みんなやらなければやらなくていいことだから。おー、確かに。誰もタンクしなければ、誰も損しないし、はい、誰も得しないわけじゃん。時間かけるだけなんて、ぶっちゃけ誰にもできることじゃん。スキルでもなんでもないじゃん。確かに。まあ俺はね、やっぱゲームの欠陥だと思ってんだよね。まあ、やってるやつは俺はずるいなって思ってんだよね。フロアによってやっぱそういう考え方をしてるフロアもいて、はい、そのギューフしてる人にガンガンペナルティー食らわせたりするっていうのがあるんだよね。まあ俺はなんかそうなってほしいなって思ってるし、まあシンプルに格好悪い。だから俺はギューフをしないっていうポリシーで、まあそれで賞金を取り逃す分にはしょうがないですね、ポリシーなんで。それが俺の仕事だって俺は言いたくない、ポーカープロの教授として。ウレーソーピンの時はこれで何百万損したけど、まあしょうがないですね、それは。でもいつかみんながギューフしながら世界になるといいな。
そうですね、クロスの呪い打ち破れねえな。お疲れ。お疲れ様です。2時間かけて国を横断しました。どこでしょう、ここは。最もでかい超巨大カジノということで。ええ、でくい。こいつは俺を熱くさせてくるね。最終日です。はい、なんで、え、また一人の、え、あ、なんでこりゃ。